皆さんこんにちは。プロ野球で出場機会に恵まれない選手の移籍を活性化するため初めて導入された現役ドラフトが行われ、カープはプロ4年目の外野手松髄裕也選手が楽天へ移籍し、巨人の中継ぎ左腕戸根千明投手を獲得しました。今回はこの戸根千明投手がどんな選手なのか、そしてカープが戸根千明投手を獲得した理由を徹底解説していきます。まずは現役ドラフトのルールをおさらいしておきましょう。現役ドラフトは非公開で行われ、各球団2人以上提出されたリストから各球団とも最低1人を指名します。外国人、シーズン終了後に育成から支配下選手登録された選手や FA 資格を保有する、または過去に FA 権を行使した選手、育成選手らは対象外となります。年俸5000万円以上の選手は原則対象外ですが、1人に限って5000万円以上1億円未満の選手をリストアップできます。獲得希望選手としてより多くの球団から支持を集めた球団が1番目の指名権を得る方式で、2巡目まで指名が可能で、各球団が少なくても1人を獲得し1人が移籍するシステムとなっています。そして移籍が成立した選手のみ公表されることとなっています。次に戸根千明投手の経歴を紹介していきます。名前、戸根千明、生年月日1992年10月17日、出身地京都府京田辺市、ポジション投打、投手左投げ左打ち。戸根投手はフィリピン人の母親を持つフィリピン系日本人です。小学5年生の時に野球を始め、京田辺市立田辺中学校在学中は南京都 NS ボーイズでプレーします。その後は谷繁元信氏を輩出した島根県の大野川高等学校に進学します。1年次夏の全国高等学校野球選手権島根大会からベンチ入りを果たしました。校名が石見智翠館高校に変更された2年次からエースの座をつかんだものの、春夏とも甲子園球場の全国大会と無縁のまま日本大学へ進学しました。日本大学では1年次の春から東都大学野球のリーグ戦に登板します。3年の秋にはリーグ1位の防御率 1.71 をマークするなど、リーグ戦通算で12勝14敗という成績を残しました。2014年の NPB ドラフト会議で読売ジャイアンツから2巡目で指名されます。契約金7000万円、年俸1200万円という条件で入団し、背番号は50。1年目となった2015年から開幕1軍に抜擢され、山口哲也やスコット・マシソンにつなぐ中継ぎの柱として活躍し、46試合に登板します。1勝1敗1セーブ5ホールド、防御率 2.88 という好成績を記録しました。2年目も42試合登板とフル回転しますが、それ以降は怪我などもあり思うような成績が残せませんでしたが、2019年には26試合の登板で8ホールドと防御率 1.99 を記録するなど復調の兆しを見せましたが、2020年には左肘の故障もあり1軍登板はなしに終わります。また2020年シーズンの後半には左打者としての豪快なスイング、身体能力の高さ、高校通算39本塁打を記録した実績を買われて二刀流へ挑戦しました。投手登録のまま外野手としてイースタンリーグの公式戦に出場していましたが、3ヶ月ほどで挑戦を断念し、2021年シーズンから投手へ再び専念しています。しかし左投手との対戦で内角攻めの後にスライダーを投げられて空振りを喫した経験から、内角攻めの重要性、左翼守備中に見た投手の姿から、マウンドでの立ち振る舞いの重要性を改めて認識したそうです。2021年には自身4年ぶりの勝利を挙げました。二刀流に挑戦していた前年にも達成できなかった一軍公式戦での初安打初打点をこの一打で記録しています。投手としては3クォーターの投球フォームが特徴で、最速147キロのストレートにスライダー、カーブ、チェンジアップを織り交ぜる投球が持ち味です。2軍では先発を経験したり、先発が早期降板した際にはロングリリーフをこなすなど、縁の下の力持ちとしてフル回転しています。戸根投手はプロ通算8年で158試合に登板して5勝2敗3セーブ防御率 3.96 の成績を残しています。今回の現役ドラフトで巨人からカープに移籍する戸根投手は、広島カープの関係者の皆様、そしてファンの皆様、これからよろしくお願いします。カープのために一生懸命腕を振りたいと思いますと自身の SNS に早速コメントしました。戸根投手は球団を通して読売ジャイアンツで過ごしたこの8年間は
僕にとってかけがえのない素晴らしい時間でした。優勝を経験させていただき、また自分の可能性を広げるために二刀流にもチャレンジさせていただきました。さまざまな経験をさせていただいたことを本当に感謝しています。これからはライバルチームになりますが、東京ドームやマツダスタジアムで僕らしく元気に腕を振っている姿をお見せできるように頑張ります。ジャイアンツファンの皆様には今まで温かい声援を送っていただきありがとうございます。チームは変わりますが、これからもよろしくお願いいたしますとコメント。巨人原監督も新天地での活躍を大いに期待したいと思いますとエールを送りました。さらに菅野智之投手が広島への移籍が決まった後輩左腕へ惜別のエールを送りました。発表後、トネは自身の SNS を通じて球団やファンなどへの感謝を最速表明しました。ファンからも名残惜しむ声が多く寄せられましたが、これに先輩エースもすぐさま反応しました。菅野はトネのツイッター投稿を引用し、頑張れ千秋と熱いエールを送りました。一方、トネ投手を獲得した広島は中継ぎの強化が4年連続 B クラスに沈んだチームの補強ポイントでした。鈴木球団本部長は、うちは左がそんなに豊富じゃないと獲得の意図を説明し、マツダオーナーも球のキレがいい、ドラフトの時ジャイアンツが取らなかったらうちが取ってたかもしれんと明かして期待をかけました。今季の救援防御率 3.32 はリーグワーストでした。主な救援左腕は森浦、堀江、カーリと層が厚いとは言えず、守護神栗林につなぐ投手も流動的でした。経験豊富なリリーバーの加入は大きいと言えるでしょう。この日那覇市で開かれた迷宮改装会に参加した新井監督は、現役時代に対戦経験のある戸根について、彼のいいところは打てるものなら打ってみろという投げっぷり、ご縁があってカープの一員となるので会えるのを楽しみにしていると心待ちにしていました。同じく巨人から広島へ移籍し輝きを見せた市岡隆二投手は、戸根投手の加入を受けて現状では一軍当落線上にいるだけに、びっくりするような球は投げられないかもしれないが、フォークで勝負していきたい、中継ぎ投手が増え競争は厳しくなると気を引き締めていました。同じ境遇の市岡投手は、巨人から広島へ移籍した時は選手名鑑で首脳陣や選手の名前を調べましたと振り返りました。広島は中継ぎの強化が急務かつ左腕不足は慢性的だったので、戸根千秋投手の加入はかなり大きいでしょう。戸根千秋投手がこの初開催の現役ドラフトでどれだけチャンスをつかめるでしょうか。来季の広島の戦いぶりとともに注目しましょう。最後まで動画をご視聴いただきありがとうございました。コメントを残してくれると嬉しいです。チャンネル登録高評価もぜひお願いいたします。それではまた。